2024年 NHK 大河ドラマ光る君への第41話のあらすじをご紹介しています。順次あらすじを公開していきますので、お楽しみいただけると幸いです。事情を聞き、総ことぶき丸伊藤健太郎にお礼を言う真宙ですが、伊藤新川清純は言います。姫様は越後守りのお孫くん、とまえが親しくするような女子とは身分が違うのだから。その言葉に里子なんさりょうは声を上げて笑います。さすが道長、でもというのこ気質を受け継いでいると真宙は感じます。三種の神器を受け継いだ三条天皇木村達成は、藤原の金刀長田啓太二代理へ引っ越す手はずを整えるよう申し付けます。藤原実助の方が適任ではと誇示しますが、三条天皇は受け入れません。公家人は不安になり、道長に話します。先の天皇に重んじられたものは遠ざけたいとお考えのように見えるが、振り回されないようにやってまいろう。一長の長男藤原の頼通渡辺圭介はなぜ自分ではないのかと父に聞いてみました。道長は答えます。とまえが先頭に立つのは東宮様が帝になられる時だ。高松殿ではもう一人の妻源明子滝内久美の子藤原昭信百瀬作が兄藤原頼行宗上村海成と、自分はいつになれば苦行になれるのかと不満を道長に伝えてます。雲子の長男頼通が剣中納言という位なので納得いかない様子。滝子は道長が考えてくれていることを悟します。1011年、寛弘8年8月11日、道長は関白になるよう三条天皇から打診されますが、これを断りました。予想していた三条天皇はさらに要求をしてきます。誠に残念なことであるが、泣く泣く諦めると痛そう。その代わり朕の願いを一つ聞け。こうにょごとする。けんこもにょごとする。三条天皇から寵愛を受けている藤原子、朝倉秋には後ろ盾がなく、位もないので女房に離れないと道長は意見します。藤原健子は、道長の娘で藤原尚氏の妹です。真宙は、局に来た道長に、敦氏なり親王を東宮にして権力を示そうとした理由を問いました。俺は、常にお前との約束を胸に生きてきた。今もそうだ。道長はこの先も、娘、尚氏を支えてほしいと付け加えました。河野尚氏は、自分の意に反して、道長が、敦氏なり親王を東宮にしたことで、かえって父の言いなりになるばかりでなく、自らの考えを持っていきたいと考えるようになっていました。アヒロ派のその意志の強さを知り、尚氏もまた道長の気質を受け継いでいると感じます。覇気、藤壺では和歌の会を開かれています。会の途中で、帰郷の訪問を宮野千次が伝えます。帰郷は松安親王から尚氏へのつばい持ち日を持っていました。松安親王の様子を尋ねる尚氏に、帰郷はもう松安親王のことは過ぎたことにおなりなのでございますね。このようにお楽しそうにお暮らしとは思いもよらぬことでございました。もう忘れても構いませんと言い放ちました。尚氏はいつでも藤壺に来てよいとの文を敦安親王へ届けさせると、
すぐに藤壺を訪ねてきました。椅子越しに少子が椿井持ち妃のお礼を言うと、厚安親王は、御簾の中へ入ってきました。言葉通り、話をするとそのまま帰って行きましたが、それを聞いた道長は、厚しやすし親王が、二度と代理に上がらないようにせよと藤原幸成に命じます。幸成は去って行きました。辻を歩いているおつまると真広の娘、藤原さと子は、盗賊を捕らえに行く平田目犬たちの中に、総寿丸、伊藤健太郎、の姿を見つけました。食事に誘うさと子、後日、総寿丸がやってきます。真広も、一緒に食事をしていると、総寿丸が、書物がたくさんあることに驚きます。さと子が書物を貸すと、言うと、字は読めないと答える総寿丸。さと子が文字を教えると申し出ても必要ないと断ります。楽しそうに話を聞くさと子を微笑ましく見つめる真広でした。一長が、少子に厚安親王と会うのは控えよと言いました。少子は、父の言いなりにはなりたくないと真広に話します。真広は、仲間を持つことを勧めます。アドバイス通り、弟、頼通と共通り、腹違いの弟、頼宗と秋信を藤壺に呼んだ少子は、12月の時刻が迫り、三条天皇はこの弟、藤原通り人を県中納言に継ぐ参議に引き立てることを決めました。半年前に蔵人頭になったばかりなので、時期尚早だと道長は意見しますが、三条天皇は、道長と源明子の息子、秋信を空いた蔵人頭にしてやるからと引きません。三条天皇に仮を作りたくない道長はこれを断ります。それを知った秋信、道長にまた不満をぶつけます。訳を聞いても納得がいきません。